日あの三方の起用家の方、あの皆さんも大変あの、著名な方いらっしゃってるので、ご紹介はあ,のあえてする必要ないのかもしれませんけれども、あのそれぞれ、えー、皆さん、あの三方にですね、えー、3分、あるいは5分ぐらいの間で自己紹介とともに、まあ、このお題を与えられたとき、どういう最初の。 ごご反応されますかというようなお問いかけをしたいと思います。あの私は今大学によりましてあのまあ大学の研究成果とか学生のアイデアまあこれ使いましてベンチャーをやるっていうようなまあ実務の仕事をかれこれも早いもんで20年くらいやってましてまあ同時に起業家教育っていうのをまあ大学であの担当しているものでございます。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、えー、佐野さん鈴木さん、えー、森川さんの順番で最初にあの自己紹介とともにまあこのお題に向けて皆さんどういうような最初の えー、反応になりますでしょうか。それでは佐野さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。佐野です、えー。僕はですね、株式会社ルーパーという会社とえっ、ー、と株式会社タレンディオという会社あの二社やってますけれども、えっ、ー、と両方 h r テックの会社です。で、えっ、ー、とグロービス経営大学院だとですね、あの2009期生で卒業が2011年になりますので。 あのちょっと前にはなりますけれども、えー、とグロービスで、えー、と皆さんと一緒に、えー、とこう学んでいたという立場でもあります。で加賀美さんがあの冒頭ね、えー、と今回のテーマでどういったことを思いますかっていうことを投げかけていただきましたけれどもあの、まあ、個人的に思うのはその戦略と志0から1を生み出す上で。 あの何が大事なのかなっていうのは改めて考えてみたんですけどやっぱ企業家の素養として粘り強さっていうのは非常に重要じゃないかなっていうふうに思っているんですよね。で戦略的な部分とか あ,のある程度はやっぱこうグロービスであったり、まあ、最近ではもうあらゆるところに情報があるので型みたいなのがあるっていうのはもちろん加美さんもあの発信されていると思いますので型みたいなのはある程度あの学べるとは思うんですよねただ実際に授業をやってみると必ずしもその通りにいかないことだらけなんですよね。なのでそのでそ時に 粘り強く戦略であったり、あの目の前のことっていうのを考え続けるっていうのは、まあ思ったより大変なことだと思っているんですよ。そこで何が大事になってくるかっていうと、やっぱ動機ですよね。自分が何でこの授業をやっているのか？っていう動機があのちゃんとある人であればある人なほど。 目の前の事象のことを粘り強く考えられるので、その戦略的な部分であったりとか、まあ、戦術的な部分っていうのが、もう繰り出していけるんですよね。そこが中途半端だとなかなかうまくいかないっていうケースっていうのはあるので、それをグロービスでは志っていうふうに言ったりしてると思うんですけど、それが事業始まる前からできてる人もいるし、事業やりながら、 できていく人もいるんですけどその覚悟とか動機とかみたいな確かさみたいなのは結構授業をやりながら考えているところですね僕結構真面目なことで言っちゃってる気がするんですけどあのそんなことを思いましたありがとうございますちょっとまた違ったアングルから佐野さんまたあの別のご意見もあろうかと思いますお願いしますがまずは鈴木さんにお願いしましょう、はい はい、えー、と皆さん、こんにちは。あ加賀見先生、ありがとうございました。ゼロワンブースター代表、鈴木でございます、えー。創業して10年目の会社ですね。えー、来年年明けぐらいが10周年を迎える会社でございます、えー。事業を作るということなら何でもやるっていう会社でですね、起業家の支援、あとは企業内の事業開発支援。 え最近ですと行政さん、いわゆるある特定の地域全体でいわゆる産業を生み出そう、起業家を生み出そうおみたいなことを支援、事業を作るためだったらあ何でもやると、えー、最近だともうコミュニティを作るとか、あいううーフードを作るとか、あそういうことまで掘り下げてやってる会社でございます。えーと 今日のお題なんですけれども一応ゼロイチっていう言葉が入っているのでまあうちの社名が入っているのであの選ばれたのかなと思ってますけれども最近実はですねこのゼロイチっていう言葉がですね結構こう、うん、足かせになるなっていう感じの思いがあってですねこの世の中にある事業って全く無のところから生み出てるものなんてほとんどないなっていう感覚があります。 結局事業はいろんなこう社会資源の寄せ集めでしかないので、えー、とゼイチじゃねえよなっていつも思うんですね。ただやっぱりこう事業をこうやるこれからやろうと思ってる方なんかこう全く無のところから何か作り出そうという意識がちょっと強すぎてちょっとハードルが上がっちゃってるんじゃないかなと思ってます。 なのでむしろ自分の目の前にある身の回りにある資源をどうやって形を変えていくかっていうことに視点を変えた方がいいかなと最近はやっぱり思っているので、うん、ゼロワンブースターっていう社名ちょっとあのどうしようかなって思った瞬間があるんですけどただ結構ブランディングがちゃんと浸透してきてるのでちょっと変えるのはちょっと難しいんで変えないですけどあのちょっとそんな思いがありますね。もう一つはあの 今回3年連続こうやってお話をさせていただきますけどあのいろんなこう飛鳥会議の飛鳥オンラインの資料を見るとやっぱりこう志とか覚悟とか情熱とか、まあ、使命とかいう言葉が結構こう乱発してるんですよね。で私はあの起業家のコミュニティ側にいる人間なのでちょっと感じることとしては起業家ってあんまり言わないんですよね。 覚悟ととかか使命とかあの心の中で思ってると思うんですけどね。なんで、なんとなく私の感覚的に言うと、えっと、こういう言葉ってむしろ外野が使う言葉だなと思ってます。あので、ちょっとこう感じるのは、あのこういう言葉を使う割には行動につながってないことの弊害の方が大きいなと思っていて、むしろ事業を作ったり、企業活動 やってる人って行動先だなと思ってます。なので、ここは少し、えー、っと、あんまりこういう言葉がこう乱発し羅列することのちょっとこう、最近はこう、空虚さも感じているので、えー、あえてちょっとこういう言葉をぶっ込んでみました。はい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。森川さん、お願いします。はい、えー、C チャンネルの社長の森川です。C チャンネルは今、女性向けに、 さまざまな動画を SNS を通じて配信をする事業と、あとは最近はインフルエンサーをあの多く集めていて、まあ、先続の YouTuber の事業であったり、あとはナノインフルエンサーといわれる1万人ぐらいのフォロワーの方々を集めた、で、モスクエアという企業とインフルエンサーのマッチングであったりとか、あとそれに伴う EC 事業として、 女性向けのアパレルを作ってネットで売るかっていうのを日本と中国とインドネシアでやってまして今ちょうど私上海にいるんですけど上海では日本の化粧品を主にインターネットで売っています私自身はあの日本テレビソニーそして前職では、えー、ゲームとか検索とか LINE の字を立ち上げて まあ新規需要はもう本当に30年ぐらいずっとやり続けているという状況です。で、今回のまあゼロから一を見出すっていうところなんですけど、まあ、昔日本が成長しているときは、一番早く参入するってことが重要だったのかなと思ってまして、まあ、ゼロに若い人が飛びついて、そしてそれが成長していくという流れを描けたんですけど、最近の日本は、むしろ新しいものに対しては皆さん否定的だったりして、 むしろ新しくない方が良かったりすることもあるのかなと。まあ、今、現状で言うと、多分中国が一番新しいものが敏感で、いやその次韓国で、そして日本みたいなところで言うと、むしろ枯れたものを新しくする方が、まあ、戦略的にはあるのかなとは思っています。いやその中で、まあ、それをじゃあ具体的にどうするかというときに、やはりまあ自分なりにこうモチベーションであったりとあの若い頃はインス成功したりとか、お金が。 あのまあ、車買いたいとかそういう時もありましたけど、だんだんまあ大人になってくると、社会の貢献だったりとか、あとまあ自分自身が、まあ、あと何で生きるのかなという逆算して、何を残したいのかなと、まあ、そういうふうに変わってきてたりしてまして、まあ、人それぞれ思いは違ってもいいのかなとは思います。ただ、やっていて自分が本当にやりがいを感じられるかどうかは、すごく重要かなと思っています、はい、以上です。 はいどううもありがとうございいましたあのいくつかあの私なんかあの今あのお三方のお話を伺ってキーワードがあの生まれたと思うんですがちょっと最初にちょっと鈴木さんにあのご質問ちょっとしたいと思うんですがまあ先ほどあの確かにまああのゼロ1っていうまあこれが結構大冗談に構えた議論で果たしてその起業家の BI p は本当にあの全くゼロからかという,ような話はあ,のあると思う、まあ、これは後でちょっとお話触れさせていただきたいと思うんですがまあ起業家の方あるいはその業大企業のですね新規事業をまあやって成功させる方の まあ、いろいろ見た時に、まあ、その時に、まあ、そのなぜその人がその事業をやるのかといったあたりの部分に、まあ、本来何かあの先,ほど先ほど佐野さんもお話があったんですけど動機だとか。 まあその動機が、まあ、強ければ強いほど最終的に折れない心の源泉なり粘り強くやれるっていったような、その元根っこのところは、ですね何か森川さんの言葉に言うと、なんか社会に対する問題に対する解決だとか、何かそういうことにつながるんでしょうけど、えっと、それと何か今日このテーマになっている志っていう、ちょっと私、五感にですね、少しあのグロービスさんの何かこういう中で、今日ビジネススクールの,この皆さんがお集まりになっていただくとすると、なんか志っていうのがなんか前に出過ぎてるんじゃないかっていう、ちょっと五感を感じたんでしょうけど、ちょっと私、なんかひょっかいしておりますか。 鈴木さんんんいかがなんですよあすいませんあのあのそうですね事業を作る人って常日頃やっぱりいろんな、えっと、課題感を持って行動してると思うんですよね。でその、えっと、課題感とかをいちいち自分の志とかに転換して何か可視化してない気がしていて要はもう行動してるよねっていうふうに実は思ってます。なのでなんか課題を見つけてえっと 俺の志はこうだみたいな整理をしてそれから行動を起こすみたいなステップはあんまり踏んでないなと思っていてなので課題を見つけたらすぐ行動すればいいじゃんみたいなところがあるのでなので、えー、とその結構こう,こういう言葉がこう羅列することなんか連呼されることがやっぱり僕らのコミュニティではないないんですねなのであの結構こ,のこういう言葉がいっぱい出てくるのでおお来たなって感じで思ってました、はい あの今の鈴木さんの話を聞いて、佐野さんどう捉えます。その志云っていう。まあ志を語ったことっていうのはあんまりないですからね。うん、で、まあ志が大事じゃないって言ってるわけじゃないんです。 だあんまりそれを大冗談に掲げるっていうよりかは、やっぱりそれって何かっていうと、動いてるか動いてないかっていうことなんですよね、僕は動機っていうことを言いましたけど、動きてるのであれば、それが一番大事なことなので、えー、っとそういう時にいちいち動機が何なのかって振り返るっていうことは必要ないと思うんですよね。うん まあこれあの子供が遊んでるとき、何の目的で遊んでるかって聞くようなは親はいないと思うんですけど、確かにですね、アントペレナーシップの教育で有名なバブソンカレッジなんて聞きますと、やっぱりアクションっていう言葉が一番先に立ちますね。ただ、そのもののっこに結構デザイアっていう、彼らはあのバブソンカレッジはデザイアっていう言葉を使いますが、それを使ってそのデザイアがまず最初にあって、ただし一番重要なのはアクションであると。 でうまくアクショントランプエブリフィングなんてことを使って、ですねべてアクションが先に立つことが一番重要であると、うんうん、行動できたかどうかが問われているんだと、まあ、したがってなんか動機の,その重要さよりもまあアクション、ことを起こすと、そこからまあいろんなさまざまなオペレーションなものを学び取って、まあ、粘り強くやって、まあ、言ってみればキャッチボールをマーケットとしていくといったようなものが何か起用家の本文ではないかというようなことなんですが、佐野さん、結構それに近いんでしょうかね。そうだと思いますよあの やっぱやってると動けなくなる瞬間みたいなのはあの誰しもあると思うのでそれは起業家に限らずだらそういった場合にあれなんでこれをできないんだろうなっていうので初めて自制していってさらに動機をクリアにしていくっていうことはあの起業家に限らず大事なことだとは思ってますけど。 あのいずれにしても僕も起業家の友達とかあのそうじゃない友達もいますけれども集まった時に何の話するかって志君は何みたいなこといちいち聞かないんでね、うん、そういう意味で多分鈴木さんが言ってた僕らのコミュニティでその志っていうことはあんまり話題には出ないっていうのはあのそういう意味かなとも思いますけど、うん、大事なのは行動してるかどうかっていうことでちゃんと動機が。 あのくっついてるかどうかっていうことが、まあ、大前提なんじゃないかなと思いますけど、志し方って売り上げ上がるんだったら、いくらでも語ります森川さん、さっきのお話、ね、なんか私、あの起業家でも、まあ、動機等々についても、まああの、いろんな形があってもいいというような私感じで受け止めたんですが、これ、実はあのたまたま孫泰蔵さんがです、ね、東大に来ていただいたときに抗議していたら、私、印象に残ってるんですけど、実は人間の力が一番発揮できるのはです、ね、行動に結ぶつ、エゴって結構重要だとおっしゃってですね。 ただ、エゴっていうものがいくつく先が結構今のこの世の中ですね、まあ、もう社会問題の解決につながるとなると、そこに社会性とか公共性を置いたときに、そのエゴのことは志と言っていいですよなんて。 なんか私ね、パッとなんか、うんうん、あの面白い言い方だなと思って聞いたことがと、僕、うん、孫太蔵さんおっしゃったんですけど、うんうん、こんな感じですかね、なんかもういろんなあったとしても、なんかね、やってることが結果的にこう社会と結びつくような世の中になってきたときに、それを後付けで志ということであってですね、なんかその起業家があ,のあらかじめ、なんか、志志、志っていうのを頭にうのは、うん、うん、まあ実態としてはその違うんじゃないかと、鈴木さんの話もありましたし、おっしゃってること、そうか森川さん、いかがでしょうか、ちょっと。 うん、そうですね、まあ、やっぱり一番大事なのはの、社会にとって価値が提供できてるかっていうところが多分重要かなと思ってまして、まあ、それを実現するために、どういうモチベーションがあるのかっていうところは、まあ、やっぱり人それぞれ違うところがあると思うんですよね。でまあ、もちろん、何か強い原体験があって、それを克服するとか、それを乗り越えたときに課題を解決するみたいなものを持ってるのもいいとは思うんですけど、まあ 20代で何かそんなものある人ってあまりいないのかなと思うので、まあ、単純にモテたくてやってますでも、結果が出れば、まあ、それはそれでいいのかなと思います。ただ、恐らく、まあ、あの一緒に働きたいと思う人は、やっぱりここ私を語っている方があの、人は惹かれるものでもあるので、まあ、それは投資家も森川さん、フリーズしす・フィーファー、いも あ大丈夫ですか外向けには何かそういう志というものをあ大丈夫ですかはい結構です、はい、外向けにはそういうものを語るっていうのもありかなと。うん あの、こういう方どうなんでしょうか。あの、最近、まあ、特に、まあ、あの、三点一一以降ですね。えー、まあ、もう十年、あの、経つわけなんですが。やっぱり、こう、社会に対する、その、まあ、見方。あるいは、特に、あの、私、学生なんか見てるとですね。やっぱり、こう、利他。他人に対する、フォーアザーズっていう考え方がですね。すごく、あの、強くなってると思います。 まあしたがって、そういうある種のソーシャルベンチャーを育むような土壌っていうのは、特にこの10年ぐらい、ずいぶんこう育まれてきまして、その時に、この社会のためにっていうのは何かというようなことを考えるっていうのは、ですねまあすごくあの若い人にはあるんですが、ただ、森川さんおっしゃったように、あればは佐野さんもおっしゃってるかもしれませんが、やっぱり最終的にですねこれがちゃんと回って、 収入を上げてチャリンと収益も出してサステナブルになるっていうまあ、このしたたかな見方といいますかこういったものが随分欠けていてですねしたがってやっぱりソーシャルに近い人には少しそのハウトゥーも含めてビジネスとしての成立するようなものを一方で使わなきゃいけないしただ一方でですねこれもすいませんあの私がもしかすると教育者として間違えてるかなと思うんですが、えー、ちょっと今日心配になってるんでですねちょっと皆さんにお三方にお伺いしたいと思うんですけど私あの東大の新入生にですねいつもこういう言い方します 間違えてるかもしれないですねあの皆さんがね、まあ、それこそあのソフトバンクの本社に行くと坂本龍馬のこの像とともにですね置いてあるんですがまああのあの有名な言葉で坂本龍馬の子で「世に性を置くは事を成すにあり」っていう、まあ、これはですねちょっとあの1年生に向けてこんなようなことを話するのはどうかなと思いながら、まあ、あの学生として東大に入ったからにはその皆さんの人生がやっぱりどういうものか事を成すにありという,うに考えたらどうですかというようなことを言ったりですね。 あるいは パッションというのはどういう言葉かなんて説明するのに私は英語の教師じゃないんですけどパッションというのはですね宗教の言葉で観難困難って言葉だとだからパッシブと受動的って意味がありますよねとしたがってパッションがあるっていうのはその後いろいろ来る困難とかそういったものを乗り越えるようなエネルギーをパッションという言葉で言ってるんだと単に情熱っていう言葉でわからない要するにそういったものだとこういうようなことをなんか今言ったように鼻ふかふかさせながら私なんかちょっと教えちゃってる部分がありまして なんかこ,んこういうのはあんまり学生さんには刺さらないんでしょうか、佐野さん、どうなんでしょう、<laughs> あるいはビジネススクールの,せあの皆さんに行ったら、少しちょっとあの人、なんかあのちょっとあっちの人だねって思われちゃうとかありますか、どうですか、佐野さん。繰り返しますけど、大事じゃないっていは言ってないです。あのそこをどう 作っていくかみたいなことっていうのはあ,のある処方法論は知っといた方がいいと思うのでいかにそのコンセプトって僕はあの言い方をしますけど今の世の中にないコンセプトをどういうふうに作っていくのかでそれは自分にとってどういう意味合いがあるのかでそれは社会にとって本当に必要なものなのかみたいなことを考えてるって結構大変だったりでそれ人に話してみるとなんかあこの人はなんか変な人だなみたいに。 思われたりもするので,で、そんな時にどう立ち振る舞っていくのかみたいなことを含めてね、あのうん、学んでいくっていうのは、別にあの自然なことだと思いますよねあの鈴木さん、ちょっとこれ、お伺いしたいんですが、まあ、これもあの、まあ、よく私もいろんな起業家の方をお会いして、今日参加方お会いしてるんですが、まあ、最後、あの人ね、なんでね、あそこまでやりきれるのかなと、まあ、最後、まあ、成功したような方を、 まあ外から私のようなものが見させていただくと、どこかに、さっきの佐野さんの言葉で粘り強さがあり、折れない心のようなものがあり、難しいと思われて、最後、経済性まで落とし込んでやりきると、結果としてはそれはまあ上場するとか、エグゼットするとかっていうことにつながるのかもしれませんが、ただその裏を聞いてみると、ですねまあ多くの場合、結構個人のパーソナルな経験お、あのまあ、多くはですね結構、ペインフルな経験、例えば震災だとか、 安心淡路大震災あるいはその東日本大震災とかあるいは個人に起きた、まあ、ものすごくまあ言ってみれば悲しい出来事といったようなものが何か動機の中にあることも多くてですねこれはあのことによると戦後間もなくのソニーの東京通信工業1946年ができた頃の,、まあその当時の起業家の先輩たちも同じようなことをおっしゃる部分があるんですがこれもことによるとなんか私がいやいやそういうものの見方をしようとしてるからそう見えるのか このあたり、鈴木さん、どうご覧になりますいやあの、先生おっしゃってる通りだと思いますよ、あの非常にあのおっしゃってることもそのものだなと思いますね。先生、さっきあのデザイヤーっていう言葉を使われたと思うんですけど、うん、まさにデザイアなんですね。デザイーの語源って、星から示されるものなんですよね。要は自分で、なんかこう、ノートに書いて生み出たものじゃなくて、勝手に落ちてくるものなので。 と僕は思ってるんですね。なので、あと先生、パッションって言葉も使われたんですけど、コンパッションって、いわゆる痛みを共感するっていう意味なので、勝手に痛みを共感するわけですよね。で、勝手にこれって僕絶対この世の中に必要だって勝手に思うわけだって、なんか、教科書を読んでれば出てくるもんじゃないわけなので、でそういう意味では、いちいち覚悟とか周辺とか言う必要ない領域なのかなと私は思ってますけどね。ただ、あの、 えっと、そこにこうたどり着くフェーズで、えっと、そういうようなあ感性を持った方々にもまれるっていうのは極めて重要なのであの東大の学生さんにやっぱり投げかけるっていうのは,は極めて重要だと思,思いますね。はい これ森川さんちょっとお伺いしたいんですが、まあ、今日はあのビジネススクールの学生さんだってこともあって、そのビジネススクールの学生さんでよくあの起業家としてどこにオプチュニティがあるかっていう、まあ、よくかっこつけてオプチュニティレコギニッションなんて言葉を使うんですけど、私もあの東大の講義の中でそういう言葉を使うんですが、どこにマーケットがあるかっていう、だこれちょっと動機とは離れていて、まあ、先ほど話し、LINE をそのまあ今終わりになって、 で、この水産ネイルを作るプロセスの中において、まあ、女性が前に立つようなあるいは今まで言うと、このインフルエンサーまあ、こういったようなものも含めて、やっぱりこのマーケットがあって、その中キャプチャーして一つの大きなものに市場にしていくっていうこの動機ですね。森川さんもそれがものすごく強くて、そして最後までこれをこうやって来られるような。そういうものを私感じるんですけど、その時に何か社会課題とか正義だとか、そういったようなものがまあ、むしろあの。 なんか私が言っているような,なんか動機に近いものが聞こえるとしたら私もそういうものではなくてやっぱりそこにマーケットが存在してそれを見た自分としてそれ開拓したいというこの動機というのは起業家の動機の中でものすごく強いと思うんですが森川さん、それが私、そこ強いんじゃないかと思うんですけどいかかがででしょうかそうそすねおそ、まあ、らくあのさっきもおっしったように年齢とともに変わってきたところもありまして、まあ、やはり私も、まあ、50を過ぎた段階で 日本に貢献したいなというところで、まあ、今は残りの人生日本をどうしたら元気になれるかなみたいな切り口で、まあ、やっぱり語る言葉っていうのが男性に大きな影響を与えるので若い女性もそうだしママもそうだしみたいなところは今やってはいるんですけど、まあ、一方でそれが自分の動機であっても今度は働く人の動機になるかっていうとまたちょっと違うところもあるかなと思ってまして、まあ、前職では韓国人が結構多かったんですけど。 ががが出出るる言葉と人やも違いまますしまた今日本の私に関しては若い女性が多いのでファッションとか言っても変、えー、みたいな感じですし、まあ、今中国にいますけど中国人の部下もまたちょっと違うんですよねなのでこう自分の中における何か熱いやり続ける思いとか動機っていうところをそのまま 組織に与えて,てしまうとこれこれで難しいのかなと思ってましてそれはこう逆に相手にとって響く言葉に置き換えるであったりとか行動も作り変えるとかそういうのは一方で必要なのかなとは強く感じてます、うん、ありがとうございますちょっと佐野さんにお伺いします佐野さんはあのま2009年年まあ2011年,年,、まあ、20年のご卒業って、まあ、10年前にまあご卒業されたんですがまあ今 からこ,のまあ、これ、グロービスの教育について私が何かものを言う立場じゃないんですが実際に今こうビジネスを学んでらっしゃる学生さんが今日まあ多くいらっしゃるとしてですね実際にその起業っていうのは結構あの重要な皆さんの,あの、まあ、イニシアチブで入ってくると思うんですけどこのいわゆる今日戦略と志っていうで同時にあのグロービスさんの教育の中にこの志っていうのはですねその強いこと私も承知していますがただこの戦略の部分について 実はやっぱり世の中にある世界のグロ,あの、ね、グローバルなビジネススクールの中でもこの実はアントペナーシップっていうそのものはですねまあ例えばバプソンのようなものはありますが。 一方で、このアントレプラナーシップ、あるいはそのビジネスを作るということに対して、例えばセリングですね、営業するとか、こういった教育って実はあんまり大学にはなくてですね、ビジネススクールにあんまりないんじゃないかと思うんです。本来どうやってそれを売るかっていうのが一番根幹的に重要なんでしょうけども、その観点から見たとき、佐野さんは、今、こうあるビジネススクールの教育と、それから皆さん、佐野さん、今おやりになっている中において、なんかそこに過不足とか、あるいはギャップというようなものなんかあるんでしょうか。おっっしゃる通りセリンググていうのはグロービスに限らずあの ビジネススクールではあまり扱わない領域だと思いますしあの一方で企業ではとても重要なものだっていうのはあのそうだと思いますあのただあの僕はまあ企業にとってビジネススクールの教育がどれくらい有効,が有効性があるのかっていうことについてはもう人それぞれだと思いますけどあのさっき言ってた粘り強く考えるときにいろんなオプションを知ってるっていうのは力になると僕は実体験として思いますよね。 ファイナンスを知ってるか知らないか、アカウンティングを知ってるか知らないか、で戦略のオプションを知ってるか知らないか、で人事マネジメントのフレームワークを知ってるか知らないかみたいなことは、あのこれからあの、なんだろう、打ち手をどういうふうにしていけばいいのかっていうふうにか粘り強く考える上でのソースになるのは間違いないので。 あの中途半端に理解するのではなくてそのメンタルモデルというかいろいろなコンセプトの束を自分の中でどれだけ理解できてるかみたいなのはめちゃくちゃ重要だと思います。あの良くないととしししたら中途半端に理解してることでしょうねグロービスとかでもマイケル・ポーターとかやりますけどあのケースだけやって分かったつもりにならずにちゃんとあの原本を読むとかねそういうことは僕は結構好きな人なので。 あのそういうことをやりながら、もうどん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 理解を含めて実践してっていうことを繰り返していくみたいなのは大事でしょうね。で、セリングは、まあ、めっちゃ大事なので、でもこれはもう,う売れないものはしょうがないです、売れないんで、ね。 ありがとうございます鈴木さん、ちょっと伺いますが、まあ、よくあの私も今あの、まあ、ベンチャー学会というところに今会長をやってまして、その中で最近は、ですねこのベンチャーの理論の中で言うと、まあ、あのちょっとかこつき、エフェクチュエーション理論というのがありまして、これはですねあんまりね、大冗談に構えて、ものすごいスケーラブルな世界変えてやるぞっていうようなビジネスで、もう大冗談に構えてビジネスをやるよりも、身の丈に合わせて少しストレッチしながらやっていくと、そしてそのストレッチしたものを繰り返す中で、だんだんそれつ ストレがが積み重なってていいくくととですねそれのの大きいものが見えていくと、まあ、どっかで勝負するとかあるんですけど実際起業家小屋やになる時にものすごい世の中変えてやるぞっていうこの志が先行してなんかその大きなギャップを埋めるっていうことよりもむしろ身の丈に合ったようなところでまずやってみるとそういったもので進んでみると。で アクションを起こしてみて、マーケットとのキャッチボールの中から様々なものを一つ一つ潰しながら先に進んでいくという。まあ、こういったようなものも、まあ、一つの起業をするっていうことではあり得ると思うんですけど、特にこのビジネス,スクールの学生さんであれば、そういったもののノウハウをいろいろ学びながら、 なんかあまりさっきの0、1みたいな話で言うとその1がです、ね、もう限りなく0から1にするっていう、まあ、いわゆる分母分子の関係で無限大になるようなものを想定してやるよりもむしろちょっと先に出てみるっていう方が何かビジネススクールの,その学生さんのような方には少しあのその学びが大きいんではないかと感じるんですがこの辺りいかがですか。はい、いいもううおっしゃるる通りだと思いますよいわゆるこう エフェクチュエーションでもコーゼーションでも僕は正直でどっちでもいいと思ってますねただ日本人ってエフェクチュエーションの思想少なかったので、うん、えっとエフェクチュエーションっていうものの発想をもっと取り入れた方がいいかなっていうふうには正直で。 思ってますあの先生おっしゃる通りどっちのアプローチだっていいかなと思ってますがただ積み上げ型のパターンだとビッグビジネスできづらいなっていうのは最近ちょっと思ってますかね<ー>、うん、いわゆるっと大きい世界観を描,け描いてから逆算的にやった方が大きいやつは作りやすいかなただえっ、ー、とえっ、ー、と,、えー、と生み出せる角,角度は低いかなっていうふうに思ってますけどだからあのどっちが正解というよりは、えー、といろんなえっ、ー 探索の蓄積量を上げる活動だなと思っているのでいろんな人が色自分に合ったスタイルの事業創造方法を、えー、いっぱい試す環境をどう作ってあげるかっていうことが必要なのかなっていうふうに最近は思ってます。はい 森川さんにちょっとお伺いしたいんですが、ねまあ、よくあの日本の起業家それからまあ特に最近はアメリカの起業家、まあ、最近は中国なんかもそうかもしれませんけど日本のその、まあ、人の中に足りないものとしてある種の、まあ、妄想力というかですね、まあ、大きく考えるというかまあ火星に行くぞっていううなタイプのこういったようなものっていうのが足りないんじゃないかと議論があります。 まあこれはことによると、ごくごく一部の起業家だけの世界を指していて、多くの起業家、あ今日ここにいらっしゃる方がすべての人に当てはまるようなものではないと思うんですけど、なんかこの妄想力に近いような、なんかこういったようなものが何か教育だとか、あるいは森川さん、ご自由になってこの世の中のためにっていうことの中で、森川さん、筑波大学でもいろいろ教えられたりしておられるんで,で、こういったなんか妄想力みたいなものっていうのは、どうなんですかこれはやっぱりなんか必要な何か そのスキル、経験として取り込まなきゃいけないんでしょうかそうですね、まあ、さっき、あの、鏡さんおっしゃった、その、ちょっとずつ改善するっていうところと比較して、まあ、僕がやってた以前、プラットフォームの事業って、まず作らないと話にならないっていうところがありまして、ただそこはものすごく、まあ、検索事業とか、ものすごくお金がかかるんですよね。なので、そんなときに日本で何が多くないっていうところがありまして。 まあ日本語は黒字だったら出すけど、赤字だったら出さないっていうところがあるので、まあ、大きなビジョンにお金がついてこないっていうところと、あとはやっぱり人の部分も、やはりこう、未だに多分ベンチャー行くっていうと、あのお母さんとか奥さん反対するみたいな、ブロックみたいな、そういうところがあるので、まあ、全体的にこうやっぱりそれを応援する環境がそもそもないのかな、なので妄想力はあると思いますよ、僕は。 なるほど特に、まあ、そのなんかアニメとか見てるとまずロボットなんかの考え方もすごく進んでますし宇宙なんかに対するロマンも非常に大きいのでただそれを具体的にやるとすると反対する人が多くてですねなか,なか厳しいという現状かなと思います。で、まあ、私今中国にいてすごい面白いんですけど、まあ、結構適当な人が多いんですよ。あのまあ、何が適当かというと大きなことを言うわけですよね。自分がやってることの3倍ぐらい言うわけなんですよ。 でも誰も否定しないんですよね。いいじゃん、いいじゃんと。俺もそうだと。まあ、大ぶ大会みたいになってるんですけど、でもなんか、言ってるうちにその気になっちゃったりするようなもんだと思うんですよね。日本人ってやっぱりこう、世界でみんなで目標を掲げると、日本人の目標が一番低いと言われてまして、達成率は高いんですけど、目標が小さいから結局結果が小さいみたいなところになりがちなところがあるので、<ー>でその辺りは、何でしょうね、ちょっと。 ばかりではありますよね。うん。うん まあこれあの少しあの起業家に必要な視点と発想というちょっと観点から少しディスカッションをやってみたいと思うんですがただ一方で今森川さんの話もですねでもベンチャーキャピタルコミュニティ一つ取りましてもやっぱりファンのサイズがなかなか大きくないとしたがって小さく作ってキャッシュフローを出してあまりビッグピクチャーを描いてリスクをやってですねキャッシュ上、ものすごく谷を深しをやるよりもそこそこ深くやるんだけど早く水面あの上に出てきてまあキャッシュフローを出して上場しましょうという。したがって 上場は比較的東京のマーケットっはそれなりにある程度できますので小さい個人前とした上場市場に作ってしまうというようなことが、まあ、いわゆるこの社会のさまざまな起業家を支えるような特にリスクマネーの供給等々を考えてみると、まあ、そういったものもあるのかなということはちょっとあると思うんですね。まあ、そうなって考えた時にこれからその企業を志す方が今日あの多くの方が聞いてらっしゃるとすると、まあ、そういった方に対してこのアドバイスをする戦略としてですね あの佐野さん、鈴木さんそれから森川さんにおかれましては、まあ、特に例えば大企業との付き合い という,ようなものをどう考えていくかとか、まあ、多くの方、グローブスの卒業生の中で大企業にお勤めになって新規事業をやりになる方もいると思います。そして、とオープンイノベーションという文脈の中から、それも何か取り込んで企業化の戦略を考えたときに、どんなアドバイスができるかという観点から、あの一言ずつおあのコメントを頂戴したいと思うんですが、佐野さんから、まあ、実際今やっておられになっている事業を、まあ、特にこのヒューマンテックのリトースのテックのところで言うと、まあ、多くのところで大企業さんがお客様だと思うんですけど、まあ、こういったあたりで言うと、まあ、どうやってその まあ、事業として大きくしていくかということの中で、まあ、あの皆さんにこのアドバイスできるとしては、どんな点を、まあ、起業家の戦略、あるいは視点として、えーまあ、皆さんにアドバイスできますでしょうか。まあ、いろんな会社さんとお付き合いはありますけどあの、よく言われるのは、これは僕のアイデアではないですけれども、2B だったらあの3社とか、まあ、5社とか。 あのその自分たちが作ったプロダクトをあの熱狂的に支持してくれるかどうかみたいなのを最初の指標にしたりしますよね。な,るほどなのであのそういったあの魅力あるものが作れないのであれば、まあ、そもそも難しいんではないかっていうふうにあの言われたりもしますしあとビッグピクチャーを描くことは大事なんですけど「あのバッド・ブラッド」っていう、ね、本がありますけど。 あのそのビッグピクチャーだけが先行していってあの巨大な詐欺みたいな感じになってしまう具体的事例っていうのは紙一重だと思うのですよね。なのでやっぱテクノロジーへの理解っていうのも起業家っていうのはあのそれなりに持っていないと実現可能性っていうことを踏まえた上であのビッグピクチャーを形にしていかなきゃいけないっていうのはあるのでなんかこうあまりに。 やっぱり古代妄想的すぎるっていうのもあの一長一短はありますからテクノロジーの理解っていうのはあのもっともっとあっていいかなっていうのは思いますよね。なるほどあ。ありがとうございます。鈴木さん、いかがでしょうか、はいえー、と先生の問いかけとですね、グロービスの学生さんは傾向的に立派なこう大企業の方々が多分多いかなってか想像を膨らませてしゃべると、えー、と日本のこう 大手って、えー、0.3%の大手企業が50%の売り上げを握ってるっていう構造なので、えー、おのずと大手企業にやっぱりいろんな資源が集まってるんですよねタレントも含めてなので、えー、ともしあの今日オーディエンスの方々が傾向的に大手企業の方々で将来的にやっぱり何かやりたいぞと思ってる方がいるというか前提に立てば大手企業の にいる間に早くギブしてくださいなんですよね。いろんな人に貢献してくださいなんですよね。で、えーと、貢献がやっぱり結局自分を守ることになると私は思っていて、私はもうかつて大手企業にいたんですけど、今実はすごい反省していることは、大手企業にいるうちに企業家にもっともっと貢献すればよかったなと実は本当に思ってます。うん、心の底から。 なのでいろんな資源にリーチできたりいろんな資源をうまく使える今のポジションにいるうちにぜひ起業家コミュニティスタートアップコミュニティにぜひ、ね、貢献してほしいなというのが、えー、私からのなんかコメントですかね。はい 鈴木さん今そういった観点で考えると、まあ、これもあの、も、まあ、こういうところにあまり国が出てきちゃうんでいけないのかもしれませんが、兼業、副業とか、です、ね、ああいったようなものをまあ結構奨励するみたいなものが一方であって、でそういうものを一緒にこうマッチングするような、まあ、サポートに対して、国もお金を出して、ですねそういう事業者の取り組みをまあ支援すると、まあ、国が出てきちゃうとどうかは分かりませんけれど、まあ、でも少なくとも大企業にいらっしゃる方が、ある種のゆくゆくはまあ100%スタートアップの世界に行くとしても、ですね最初の段階でまずそういうコミュニティに入って、 アドバイスするとか、メンタリングするとか、あるいは自分の経験を語るとか、まあ、こんなものがあるっていうのは、まあ、場合によって一つそれを助けるような要素になってくると思います。いや、そのおっしゃるとおりですね、極めて重要ですね。今、人事交流、私たちも実はやってますけどね、大手企業の社員さん受け入れたり、あ、えっ、ー、とかもしていますけれども、極めて重要だなと思ってます。えー、何分ですね、スタートアップと,、えー、と大手企業って、実は、えー、といわゆるこうパスがあるようで、実は結構ないんですね。 で何気に言,葉言語とかコミュニケーションとか結構ねギャップあるんですよで実はそれの、えー、と橋渡しをする人材を作るっていうことのファーストステップのためにやっぱり人材交流必要だなと思ってますねいわゆる大手企業の社員の方々がイントラパーソナルダイバーシティ個人のダイバーシティを高めるっていうことをやっぱりこう広げていかないといけないんだろうっていうふうに思っています。 ありがとうございます。森川さん、このさっきあの申し上げたまあ企業化に必要なまああの視点と発想っていう観点から、えっとさらにちょっとアドバイスをいただくとどんなことをしていただけますでしょうかね。そうですね。あのまあ私大企業は結構長くて日本テレビ12年いてソニーも3年いてまあ10年ぐらい新規事をやってたんですけど、あのまあどうしてもやっぱり大企業でやろうとするとその上司が反対する場合が 多くてですねまず出世を諦めるっていうのが大前提で非常に重要かなと思うんですよね。やっぱり新規事業で出世しようと思うと大体大失敗しますから、なんで出世をまず諦めるというのが重要なのかなと思います。で逆に言うと、大企業で失敗してもクビにはならないですからね。あのまあ、私、ソニーに行ったときにいろんな事業をやりましたけど、あのソニーではあの社内移動制度っていうのがありまして、 あ,ある事業部で失敗すると他の事業部に行ってまたチャレンジするみたいな、まあ、そういうのができたりしてましたから、まあ、そういうのも含めて有効に使うっていう手もあるかなと思います一方でまああの大きなビッグピクチャーをやるということであれば別に僕日本でやる必要もないかなと思ってましてまあ中国に来てますけど中国ものすごくチャンスがあってやっぱり市場が大きくて成長している領域で思い切ってチャレンジするっていうのは一番仮に失敗したとしても 絶対次につながりますからそういうのを思い切ってやるといいかなというふうに思います。 ありがとうございます。えっと今えー、40分を過ぎまして、少しこのアンケートのあの質問に答えたいと思います。今、ちょっとアンケートを見まして、あのすいません。いいね。順番に今ちょっと私あのオーダーをあのといたしましたが、これあの先ほどちょっとお返したいことも少し関連していくんですが、あのお三方、佐野さん、鈴木さん、森川さん、皆さんにおかれましては。はまあ、何をきっかけに今の授業を始めたのか、その厳しい時に今あのどんなことを心。に思う 持ってそれを乗り越えてこられたのかえこれから何を成し遂げたいでしょうかというご質問に相当票が集まっておりますえっとこのまご質問に対して少しこうリアクションしていただけるとありがたいんですが佐野さんからお願いしてよろしいですかまあ一番は自分がこういう社会やこういう会社になってほしいなっていうのはありますよねで まあ今の HR マネジメント、今日受講してる、これ聞いていただいてる方は、みんなグロービスの方なので、遅かれ早かれ HRM はやると思いますけど。 今の HRM っていうのは1980年代にハーバードビジネススクールで初めてあの人的資源管理が必修になってその時にビア教授っていう方がフレームを作ったものがほぼそのままの形であの今でも学ぶんですけれどもやっぱ最近あのそれだけではあの捉えきれないものっていうのが増えてるんですよね簡単に言うとインフローっていうその採用があってで中の評価とか教育とかっていうインターナルなフローがあって で退職っていうアウトフローがあるっていうこの一連の循環みたいなものが終身雇用とかそういう OS 次第ではまああの多少の影響はあれでもおおむねこういう流れでずっとやってきたものがあの最近だとね1回,入あ1回出てもまた入るとかであの入る前にちょっと滞留してから あの今じゃないよねっていうタイミングでずっとコミュニケーションをとってあの3年後に入るとかっていうこともだんだんできてきてるわけですよ要はその内部なのか外部なのかじゃなくて反内部みたいなところがマネージメントの領域に入ってきてるっていうことが僕があの感じていることなんですよね。 佐野さん今ね私ちょっとお伺いしてみると、まあ、こ特に新型コロナ禍にあって私はなんかあの少しベンチャーの方から見てましても、まあ、あの大企業にいらっしゃる方も含めてさっき言う兼業副業の話もそうなんですけどなんかここに来てある種なんかそのモビリティが高まってきているというようなですねことが新型コロナによってこう後押しされてるっていうようなことがあるかなと思ってそういうふうにお見受けすると佐野さん事業ってなんかものすごくオプチュニティがあるかなという感じがしました。 結構その大きな変化のただ中にあってご自由をされているような感覚ございますかね、はい、そうですね、なので、そこのこれまでの雇用形態ではなくて、関係性によってあの、関係性をどうやってマネジメントしていくのかみたいなことが重要になって、まあ、この辺ちょっと詳しく言うと、時間がないので、うん、あ割愛しますけれども、そういう課題感を僕はあの強く持ってますし、それを一緒にやっていこうっていうクライアントさんが。 いらっしゃるのであのそういう意味ではあの一人ではないですからねあの知恵を絞りながらみんなでどうやって、えー、新しいものを作っていくのかみたいなことっていうのは粘り強く考えられてるかなっていうのは思いますけどねあとはなんか深く考えすぎないとかも思いますよねなんか嫌なことあったら引きずりすぎると良くないのであのその禅の教えでもね その日あったことは嬉しいこともあの悲しいこともその日限りにして明日からは楽しく過ごせばいいんじゃないですかねだからこの登壇でね成功しようが失敗しようがあの引きずるのが今日までで明日からまた楽しく過ごせばいいぐらいの感覚でやってるとそんなにタフなこともないかなと思いますけど。 今のお話こそが企業家としてのなんか心持ちとしてはなんか大事なようなことをなんかお話しされているんじゃないかと私感じました <laughs> あの。鈴木さんはこれから何を成し遂げたいですかというところにポイントを置いてお話しいただけませんかえっとです、ね、私たちはあのどこからもエクイティ他人から入っていないので、えっと、何か特定の IP を狙うとかエグジットを狙うというゴールは定めていません。えー、要は、えっと、ですね あんまりそういうことは積極的に考えなくて、僕はいろんなこう行動の結果の偶有的、偶然の結果だと思っているので、うんえー、結果あの、それはもう結果論だと思っています。なので、えー、自分たちが今信じる、えー、正しいと信じる行動を取り続けるということかなというふうに、えー、思ってます。はい、ありがとうございます。森川さん、まあ、今おやりのこの C チャンネルでの授業。 さらには、先ほどのお話の中に、まあ、少し先年齢のこともおっしゃってましたが、何かこう社会に対してというようなこともありまして、森川さん、これからどういうようなことをお、まあ、成し遂げるというとあれかもしれませんおやりになりたいというふうに思ってらっしゃるんでしょうね。そうですね。まあ、もともとあのメディア産業を変えたいなということでスタートしたんですね。まあ、その理由としては、まあ、LINE の時にいろんな学校で講演した時に、 子どもたちに将来になりたい職業を聞くと、ま,あ、まず政治家っていう人もいないですし、まあ、社長になりたい人もいなかったんですよね。で、その理由、何かなと考えると、やっぱり当時、こう、テレビでいろんなダメな政治家の話とか、ダメな経営者の話ばっかりテレビで流していて、まあ、子どもたちにそれを見てあ、ダメな大人ばっかりなんだなといううに思って、夢がなくなったっていうことかなということで、なんで、僕はあのもっとこうメディアが、 いい人とかすごい人をどんどん紹介するようなメディアにしなきゃいけないなと思ってメディア企業を選んだんですけど、うん、今まあ結果的にすごく大手の,の企業が発信するところから個人発信に変わってきてましてで、まあ、そういった人たちを応援するというところもありますしまたアメリカでいうとどんどん AI 化が進んでいてん、あのー、でしょう持つものと持たざるものがすごく開いてきて まあ、おそらく AI に使われる人がどんどん増えちゃうのかなと思うんですよね。まあ、そういう意味だと、こう、AI に使われない新しい職業として、インフルエンサーだったり、ソーシャルバイヤーだったり、予備接客だったり、まあ、そんな人が働けるプラットフォームを作りたいなというふうに思ってまして、まあ、今後はそういう、こう、中間層の新しい職業をどうやって作って、まあ、国内に限らず日本人が世界で活躍できるようなプラットフォームを作れたらなと思ってます。 ありがとうございますあのご質問、次に移りたいと思うんですが、これはもう本当に、なるにおいては、ここにいらっしゃる方が、あの本当に共通して持ってらっしゃることかなと思うんですけど、まあ、気温に対してやっぱりこう心理的な障害を感じてしまうと、まあ、あのこれ、多分正直なあのそのご,ご感想をおっしゃっている、まあ、第一歩を踏み出すために一番必要なものは何でしょうかっていう、これについて佐野さん、その先輩としてどうアドバイスをされますでしょう。 いやまあ、なんでしょうね、僕もなりゆきでやってるぐらいなので、うん、あんまり大層なことが言えないのですよね、うん、あのでもあの、何をストレスに感じるかって人それぞれなので、あのちょっとしたことでもね、あのストレスに感じて、それが自分の許容度を超えてしまうみたいなのは不幸なことですから、自分らしく自然にやることを心がければいいんじゃないですかね、起、うん、業怖えな、やめようって思ったら、無理にやることは僕はないと思いますけど。 あの一方で,ですさっきあの佐野さんのお話をねご本人はまあそういうあの意図でお話しされてないんですが私は例えばさっきのハーバードの先生のそういうまあヒューマンリソースっていう講義が生まれた時点これはどっかで多分ですねそれをお尻になったんだと思うんですである種それはあの佐野さんご自身にとって衝撃的な何か出会いのようなものがあったんじゃないかと想像するんですね。 でそれで何かその動機につながるものがあったとっいうことですから,だからある意味においてこれが、まあ、あの偶然やってくるのかもしれませんけどなんかそれを求めるためにあのよくあのこれはあのたまたまあのイーフレアの出雲さんと時々、まああの,東大の講義も来ていただくのであるんですけど今いるそのカンフタブルなところからなるべくぬるまく、まあ、彼はゲラールをカンフタトゾーンってこう,う言い方するんですがなるべく今のところから問題があるとこ飛び出してきゃってこういうようなですね 言い方をしていて、そこで出くわすようなものの中から、自分が発見できるものがあるっていうことを、なんか積極的にやるようなことかな。それ、さ様々、多分おやりになっててですね。それで、多分、この HR の世界が,が変貌し、なんか今までと違うものが出るんじゃないか。買いたいと思う。心があの出たんであって、これ、偶然だったかもしれませんけど、なんか、そういったようなものが、ビジネススクールにいらっしゃる時のきっかけとして、なんかおありになったのか。なんか、そのあたりをちょっと深く落とし込んでいただくと。 佐野さんのアドバイスが少し変わってくるように感じるんですけど、ちょっと私、しししちゃってるかしらどううなんでしょうそうですね、まあ、いろんなことに興味があるっていうのは、僕の性格的なものがあるかなっていうふうに思うのですよ、まあ、例えば僕はあの去年、現代アートの,あの作品を出展して、あの展示とかやったりしてますけど、そういうとこはもう全然あれですよね、あのコンフォートゾーンからずれてるわけで。うん で一方で、なんかいろんなことをやったりするのが好きですよ。それはビジネス以外のことも含めて。で、そういうのが楽しいって思うだけの話で、そこにいろいろな出会いがありますよ。そのコンセプトの出会いもあるし、人との出会いもあるので、非常に面白いです。ただあの、それがね、ストレスだっていう人もいるので、やっぱ自然体でいることが大事じゃないですか。 本当にででできななないいい人なの,であのやってないことも多いですよただあの、できるだけ居心地の悪そうなところは面白く見えちゃうっていうのは、なんか性格としてあるでしょうね。森川さんは、この起業に対してまあ心理的、まあ、障壁を感じてしまうっていうことに対して、どういうようなお話をのされ方をされますでしょうかね。そうですね、まあ、あのよくあの起業したいんですけどどうしたらいいですかっていう相談を前に受けてまして。 でまあ、何か課題感があれば、それに向き合ったらいいんじゃないですかっていう話をしたりすると、あの課題がないんですよねみたいな話で、<laughs> うん、アイデアもないし、課題もないしっていうと、まあ、ちょっとやらない方がいいんじゃないですかって話になったりするんですけど、まあ、それでもあの起業したい場合には、まず誰かの真似をするといいのかなと思いますね。なんか自分がこうなりたいという人がいたら、もう完全、完コピっていうんですかね。 完全にコピーしててやってみるでその中でなんか自分の型が出たらあの自分の世界を作るみたいなことでもいいかなと思います。で僕自身まあ音楽をずっとやってきたんですけど昔はクラシックやってましてクラシックってすごく大企業に近くてですね大勢でこう譜面通り演奏しないと色紙に怒られるみたいな,、うん、なんかそういう世界で僕はなんかそういうのがちょっと合わなくてですね 今ジャズをやってたのでどっちかってこう、あるというと自分の思うように自由に演奏したかったタイプだったんで、結果的にあのベンチャーとか企業の向いてるかなっていう感じではあるんですけど、お、ま、そ、あ、らく個人の中での合う生き方っていうものがあると思うんで、まあ、その中で一番自分のパフォーマンスができる、出る、もしくは自分のやりたいことを実現すればいいんじゃないかなと思ったりしてます。 ありがとうございますあのもう一つちょっと違う質問で結構票が集まってる質問で今一番あの上位に来てるものとして、まあ、あの起業家コミュニティというものに対して自分がまあ接点を持ちたいと、まあ、多分ここのご質問は大企業にいらっしゃる方なんですがもう大手企業の人がコミュニティに、まあ、こに起業家のコミュニティに入っていくためにどういうパスが良いでしょうかというご質問が来てるんですがこれ鈴木さんちょっとお答え できいただきまますすでしょうかあすいません私の会社の宣伝をしてくれるようなパスあのすいません、はい、投げかけでありがとうございます。あの我々、有楽町で、えー、起業家コミュニティー、債を運営してますのでそこに来てくださいっていうのがいいんですが正直言うとそのような問いかけがあること時点でもう行動量少ないんじゃないですかっていう問いかけですね。うん、正直言うとコミュニティなんかいくらでもありますよ なので、行動量があったら、いわゆるいろんなコミュニティに入り込めてるはずなので。ただ、とはいえ、やっぱり敷居を、やっぱり低く、えっと、入り口が欲しいということがあれば。皆さん有楽町の際にお越しください。はい、はい、ありがとうございます。あの、まあ、私もですね、あの、よく、あの。えっと、その、どうやって企業に近づくかというようなことの中で、まあ、その、できれば。 その自分にある種解決したい問題だとかあこれは自分がオーナーシップが持てるような課題だなと思うような、まあ、そういった機会を持つためにあの私はあの、まあ、アイセックという集団の代表をやってるということもありましてなるべく海外に行ったらどうかとかでいろんなことを言ってますがただこれはですねたまたまあのアンドリー・ハウステンというドロップボックスの創業者と東大で3年前に対談やった時にですね彼が2013年の MIT での卒業式で言っていることに通じるんですけど まあこれすごくあの単純な方式です、自分の価値っていうのは普段あ合ってる、一番あの上位から5人の人の平均値で決まるっていうふうに彼は言っててですね、したがって自分の価値を高めるためにはよっぽど素晴らしいと思う人、ロールモデルと思う人、もうカンコペしたいと思う人に会いに行くと、そして話をすると、今のこのオンラインの時代ですと、結構そういう偉い人であれば、気持ちと伝えてと会ってくれるものだと思います。 まあ言ってみればこれ握手を取るかどうかのゲームみたいなものでこれをやれますかどうですかっていう方がなんか一番重要でもう積極的に飛び込んでいっていろんな人の話を聞くそしてコミュニケーションするもちろん少しあの自分にとっては気負った質問しかできなくなっちゃうかもしれませんけどなんかそういうことをおやりになるということでやっぱり行動に結びついて。 なんかイメージとしては自分の偏差値を平均値を高めるためにですね素晴らしい人に会いに行くというようなものが現実的かなということでなんか東大の学生にもそんなような話をあのしております。さて今もう三分前になりました。今日はあのお三方来ていただきましていろんなご質問がちょっと来てまして全部のご質問にお答えできなかったんですがもう一度最後ですねこのお題に帰りましてあのゼロ一からゼロから一を生み出す戦略と戸差し器用に必要な えーまあ、視点と発想ということで、今日ここにいらっしゃいますビジネスクールにの、まあ、学生さん、それからご過ごされた方もいらっしゃると思うんですが、最後に今日登壇者の方々から、えー、と最後のです、ね、メッセージを、それぞれあの30秒から1分ほどでおあの頂戴したいと思いますが、佐野さんからまたお願いしてよろしいでしょうか最後はあの綺麗に非常にまとまったので、まあ、そこに補足して言うと。 グロービスにも起業家が増えてきてるのであの、オファーボックスやってる中野さんとか、磨きいちごやってる岩佐さんとかもそうですし、あの伝てたどればね、おしゃべりするっていうことができると思うんですよね。なので、会えるか会えないかとか、もうくどうでもいい話で、メッセージ送るか送らないかなので、送ればいいんですよ、であの僕にも送ってくればいいですよあの、送ってこなくてもいいですけど。で ごめんなさい無視するかもしれないですけどあの気づいてなかったりするので森川さんとかにも送ったらいいですよって無視されるかもしれないけど、うん、それはその時なのであの、まあ、やってみないと分かんないこと多いんでね僕もあのメッセージ出したりしますよおしゃべりしたい人いたら。で大体まあちゃんと動機がしっかりしてればおしゃべりしてあの仲良くなったりもするので。 あ,のあと、自然体って僕、言いましたけど、そういうことが、いや、やりたくねえわって言うんだったら、別にやんなくてもいいんです、あの人それぞれ、ちゃんと自分の役割とかやれることっていうのがあるので、あのそこを大事にしながら、なんでしょうね、活動していけばいいかなって思いますよね。はい、あ,りいありがとうございました 鈴木さんお願いしますあ、はいえー、と私も佐野さんと同じで、別に企業がすべてじゃないんで、企業を進めようなんてさらさら思ってないんですね、ただ、グロービスにいて2年間、ずっと起業したいんだよなってずっと言い続けるぐらいだったら、やっぱり今の行動は足りないんですよね。 なので、えっと、まずやっぱり、えっと、あと課題が、あの森川さんさっきおっしゃったら課題がないとか、自分でなんかやりたいことが見つからないっていうことは、何を言ってるかっていうと、行動量が圧倒的に足りないだけなんですよ。行動したら課題見つかりますから、イライラしますからね、まずそれをやってください、あとは、えっと、もし本当に事業、起業したいっていうことがずっと2年間思い続けてるんだったら、いあの入ってるコミュニティ変えたほうがいいです。 だからグロービスのコミュニティから離れたわけいいです、実は。実は。なので、そのぐらいやんないといけないんじゃないですかねということをあえて、後で怒られちゃうかもしれないですけど、あの皆さんに送ります。はい、ありがとうございました。森川さん、最後、よろしくお願いします。あそうですねあの、私の友人で、サムライインキュベートっていうベンチャーキャピタルの坂木原さんがよく言ったあのやるかやらないかで人生が変わるというところで、まあ、結局、別にやらなくてもいいんですけどね。 やるんだったらやったらいいかなと思いますし、やるんだったら早いスピードでやったほうがいいですよね。そうすると、多分そこで何か刺激を受けて、また続けるもよし、やめるもよしだと思うので、なんか、日本人ってやっぱ悩んでる時間が多くてですね、悩みってもう無駄でしかないんですよね。なので、悩まず行動するというところと、あと、まあ,あ、やっぱり自分を変えるために、やっぱり、 住む場所とか付き合う人とか時間の使い方を変えるっていうのはこれ大前健治さんが言ってますけどなんで変えたかったらその3つを同時にやればいいかなと思ってまして、まあ、私こっち上海に来て2ヶ月経つんですけど、まあ、当然付き合う人も変わるし住むところも変わって言葉も変わって価値観も変わるところで、まあ、それがいい場合も悪い場合も当然あるんですけどだ確実に成長してるなと思いますで一つつアイデアとしてはもうとにかく中国 ものすごく今進んでますんで、中国に来ていけるなと思うものを完全にパクって、日本でやればうまくいくと思いますよ。うん、それは一つおすすめです。はい、頑張りましょう。ありがとうございました。あの、グローブスのルールも 2, 2分もオーバーしちゃったんで、ここであります。まとめをいたしません。今日本当にどうもありがとうございました。皆さん、またあのどこかでご一緒できるのを楽しみにしております。ありがとうございました。以上でございます。